今回は、同じビデオですがプロセスの説明を入れて、動画を作っていきたいと思います。本当絵の具の使い方なんて、毎回変わっていくのでなかなか説明しづらいですけれども、これはスカンブルですね。明るめの色を、全体にのせて、トーンを明るく浮上させてるんですけれども、結果的にはこれは、明るくするんではなくて、トーンを一段落とすんですね。ちょっと暗くするっていうのも、暗くするのは、黒だけじゃなくて白でも油絵は暗くできるんですね。油絵だけじゃなくて何でもそうですが、ですけれども、白で暗くしていくっていうのが基本にあると思いますね。で白で明るくするときは分厚く塗るんですね。隠蔽力の強いチタニウムホワイトだとかを使ってですね、ミックスドホワイトみたいなのもいいですね。シルバーホワイトだと隠蔽力が弱いからどうしても暗くなりますね。やはり下の色が透けて見えるっていうことは、下が鮮やかな色だったらそれが一段暗くなるわけですね。そうやって白を使います。黒も一緒ですね。黒も薄く塗れば暗くなるし、濃く塗れば、明るくなりますね。明るくなるっていうのは黒が鮮やかになるっていうことですね。一番暗い色のところに何を使うかって言ったら、鮮やかな色味のあるもの、鮮やかな色味のある色ですね。バンドシェーナーだったりとかですね、クリムソンレイキだったりテルベルトだったりを思いっきり強く置くわけです。そしたら鮮やかな色が出てくるわけですね。それが一番暗いところです。明るくて暗いどっちもありますよね。明るくて暗いところに、一番明るいところ、一番暗いところに、どっちでも使えますね。テルベルト、バーントシェーナ、クリムソンレイキ、どっちでも使えますね。これは今は、スカンブルついでに、明るいところをもうちょっと明るくしたりとかですね。今もこれちょっと肌色っぽい色、バントシェーナと白、ホワイトシルバーホワイトが混ざった色ですけれども、薄く塗って暗くすると同時に明るくしていくんですね。バックがもう少し光が多いからですね、明るくするんですが、明るいだけじゃないですから暗さもあるわけですから、薄く塗って、明るさと暗さを同時に出すんですね。これは油絵が一番やりやすいですね。本当に絵の具の使い方の説明なんて、あんまり、信憑性というか重要性があまりないと思うんですけれども、っていうのもですね、タッチっていうのは、色を塗ったりとかですね、描いていくのは何が正確かを考えながら、何が正確なことかを考えながらやっていくわけです。でその時の正確さ、タッチをした時に感じることが一番重要であってですね、どんな方法で描いたかとかっていうのは、その都度は新しくなるわけですから、説明するやり方、プロセスを説明するということはですね、古いことを説明する、もう過ぎ去ったことを説明するのと一緒なんですね。その時起こることを、見ていくことでですね、ただのイラストレーションではなくてですね、絵画に変わっていくんですね。ただのイラストレーションならですね、プロセスをいくら説明してもいいと思うんですけれども、絵画っていうものはそのプロセスが壊れるところにどうしても存在するからですね、正しいことがですね、でその正しいことを説明することはできないんですね。で今これ茶色ですね、バーントシェーナでですね、ちょっと赤みの帯びたところ、肌身の赤みの帯びたところを描いてます。唇に、一番赤い、
バンドシェーナーの強く入れてますが、そこから下顎にかけて少し赤みを帯びているので一緒の色でもいいですね。でこれは少し明るめの、イエロー化を混ぜた色、イエロー化を混ぜた色で、はっきり明るいところを、描き起こしていますね。はっきり肌の中ではっきり明るいところです。一番明るいところはこの顔の横の白、シルバーホワイトが乗っているところなんですけれども、顔の中はそれに比べれば、全体的にシャドウ、加減の赤に入ってます。それでもまあ明るいところを今、描き起こしているんですね。一番正確なタッチは何か、一番正確なタッチは何かっていうことを考えながら、その都度その自分の作ったルールをですね破壊していきながら描くわけなんですね。だから本当にあのプロセスの説明ということはですね古いことなんですね。まあそれをそうは言ってもですね、基本的な、技技法、絵の具の使い方っていうものは身につけるべきかもしれないですね。僕のパレットはですね、基本的な色、シルバーホワイト、とインペリオクの強いチタニウムホワイト、もしくはミックスドホワイト、ですね、あと、黒ですね、アイボリーブラック、まあ黒何でもいいんですけど、アイボリーブラック、ボーンブラック、ランプブラック、何でもいいですね。アイボリーブラックが一番安定してるかなと思います。テルベルト、あとテルベルトは、これはいろんなテルベルトがあるんですけれども、レンブラントのテルベルトを使ってるんですね。まあグリーンアースっていう名前で出てると思うんですけれども、これはインペリオクが非常に強い、あの不透明色のテルベルトなんですね。だからですね、はっきりとした色が出てくれますね。大体のテルベルトっていうのは半透明色もしくは透明色だったりしますね。こういうテルベルト、この半不透明色のテルベルトっていうのは、半透明色のテルベルトっていうのは、非常に美しいですけれど、僕は最近使いませんね。不透明色で、いきます。あとはバントシェーナーはもうどのメーカーのものも綺麗ですね。一番使うかもしれないですね。あとローアンバー、バントアンバーと暗い茶色ですね。暗い茶色を置いていますね。まあ、基本的に白を混ぜて、トーンを暗くするっていうことを、主軸にやりますね。暗くしていくときは黒を使うわけではなくて、白を使いますね。白を使って暗くしていくっていうことですね。あとはもうバントシェーナとテルベルトを混ぜると汚い色になりますね。暗くて鮮やかな色になります。それぐらいかな。メディウムは何でもいいですね。ペインティングオイルでもいいと思いますね。市販のペインティングオイルで十分だと思いますが、9972っていうのを以前からずっと使っていますね。9942オイルっていうのは、テレピン Q、ダンマル Q、スタンドオイル、4、2がコパイカバルサム、バルサムですね。ベネシアンターペンタイン、ベネシアンターペンタインですね。ちょっと入れると乾きが遅くなるんですね。松ヤニですよね。松ヤニをちょっと入れると乾きが遅くなって、スタンドオイルで、まあ、ワニスの役割をする。で、ダンマルで、乾きを早くする、塩と砂糖みたいなもんですね。でそれを薄める、テレピン、ターペンタインですね。それをメディウムに使っています。それぐらいですね。本当に特にこれが必要とか、この色を使わなきゃいけないなんてことはないのでですね、ある色を使ったらいいと思います。もうすでに持っているものでいいと思いますね。
全然こだわりがないですね。まあこれはだから徐々に見ながら、顔を描いていくんですけれども、やっぱりこの絵の具の使い方とかはですね、もう本当にその人の、個人の力、描いていく魅力ですからね、説明なんかできないですよね。これは今クリムソンレイキ、アリザリンクリムソンだったかな、クリムソンレイキですね、クリムソンを使って、唇と顎、赤み伸びたところをシルバーホワイト混ぜて、塗っているんですね。鼻の下も少し赤いですね。でこの赤みがクリムソンレイキとですね、バーントシェーナーによって作られていくわけですね。果たしてでもこれが役に立つのかどうか、これを聞いてですね役に立つのかどうかは非常に疑問ですけれども、鼻が赤かったから赤、クリムソンレイキで赤を持っていったですね。で目の下も赤いですね、目の下も赤いから少しクリムソンレイキを持って、あでもこの辺も全部赤いなっていうことになってくるんですね。この辺も赤い、いやでも今ちょっと細かく見てんじゃねえかっていう話になってきてですね、だいたい上蓋骨を全体をもうひとまとめにして、あ赤っぽいな、何かこうやっぱりですね、暖房に当たってるから少し顔が赤らいでくるんですね。上蓋骨全部少し 赤っぽいんでね、もう大きな太刀を、細かいところを消しながらですね、もう大きく見たいんですね。でどうしてもまあ彫刻的な捉え方、造形的な捉え方で見ていかないとですね、細かい部分細かい部分ばっかり描くことになるからですね、まあ、それでも絵を作っていける人はすごいいっぱいいるんですけれどもね、ディティールを集めてですね、ディティールだけで構成していて絵画を作るっていうのもすごい力だなと思って見てます。だからですね、その人のそれぞれのやり方があるわけですね。僕はどっちかというと細かい部分を排除したい、で大きな形っていうものを捉えたいっていうタイプですからね、どうしても細かく自分で描いていってる時に大きく見るチャンスだと思ってまた大きく見ていくっていうことが多いんですね。これは黒ですね。ようやく黒が入ってきました。鮮やかな黒、黒は一番綺麗ですね。やっぱり鮮やかに黒を入れると一番綺麗ですね。中途半端、以前なんか黒を使わない人がいる、黒を使わないと言っている画家さんもいましたけれども、それはなぜかよくわかんないですね。黒って難しいかもしれないですね。どういうふうに使うか、その黒の使い方っていうか、まあ僕ら、まあ、日本人で僕らの世代だとですね、どうしても黒を使うなって言われてきたことがあってですね、なぜか黒を使うなっていう教育があったんですね。汚くなるからって言って、ね、何がどう汚いのかよく分かんなかったですけども、なんか昔その、まあ、そういうのに腹が立ってですね、その黒空、青空を黒で真っ黒で塗ったんですね。そしたらすごい空が真っ青に見えたんですね。もう僕には真っ青に見えましたね。いや実際そうなんですね。黒っていうのは白混ぜることでちょっと青みを帯びるんですね。でそうすることで人体の人物の肌の下の血管の色を黒で描くんですね。で そしてその黒の上に赤を置くことですね、黒が一層 青っぽく見えるわけですね。まあ、こうやって肌のところにも黒が入ってくるんですね。黒を使ったからですね、使い始めたらその筆の先に黒がついてるわけですね。だからですね、こう他と混ぜる時にですね、青みがかかりますよね、この白と混ざるとね。でそれが血管の下の血の色になっていくんですね。けれども、これにおいてはですね、全体を見たいからですね、小さいところを省いていってるんですね。細かいところを消していって、大きな造形を、見ていき方を探ってるんですね。その見ていき方っていうのがあるんですね。見ていき方っていうのは例えばですね、上から下に見ていく動作
と下から上に見ていく動作、左から右、右から左という感じでですね、視線によって造形って変わるんですね。頭の位置固定しててもですね、その見ていき方によって造形って変わるんですね。だから写真見て描くとですね、非常に情報量少ないですね。同じその、形、もう決まった形がそこにあって、それをなぞるだけになっちゃいます。でそれに拘束されますね。そうじゃなくて、どんな形も受け入れてくれる現実の方が面白いですね。どんな風に描いても現実っていうのはね、形が受け入れられるんですね。で間違ってる形なんて現実にはないんですね。だからですね、現実を描いた方が自由に描けるんです。ですね、こうやって肌の色を今作っていってるんですね。もうこれも3層目に、下地を除いて、3層目になるんですけれども、もうそろそろ完成かなと思いながら描いてるんですね。でこの目を描くんですね。目を描く、昔はよく目を描いてしまうと完成してしまうから、最後まで目を描かずに頑張ってましたね。今もそういうことをよくします。本当に絵っていうのはいつでも絵になってしまいますからね。で何が正しい立ちか、っていうのを探りながらやるわけですね。で結局そのイラストを描くわけではなくて、一つの絵画を完成させるっていう気持ちが僕は強いんです。でその絵画っていうものがですね、正しさによってなっている一つの真実によって、正しいもの、本当に正確なものによって絵画っていうのは成り立つ。でですね、そのイラストっていうのは二番煎じなんですね。やはり表出その物のデピクションですね、その描写ですね、物を描出することによってですね、表面的にその物の像を手取り早く出してくるんですね。でみんながそれは見て分かりやすいものであったりとかですね、その、見て分かるものですね。でも絵画っていうのはそうではなくて、正しさでできてるんですね。で正しさって何かって言ったら、みんなが見て すぐそれが分かるかって言ったらそうではないんですね。でその正しさによってできてる絵画っていうのを求める、その過程でですね、絵画っていう概念的なものにそのイラストレーションされる可能性はありますけれども、それは副産物であってですね、ひたすら始める前っていうのはですね、自由なわけです。絵画っていうのはどのように正確さが現れるかわからない代物なんです。だからですね、本当に始める前、真っ白の画面の前に、始めるときはですね、本当に自由で何やってもいいわけです。だからですね、非常に楽しいものなんですが、イラストレーションって言ったら、一つこう何か目標を定める、一つの描出する何か、イメージがある。でこの絵画においてもですね、その完全に絵画というわけではなく、僕の場合はイラストレーションが多分にあると思うんですね、自分の絵に。でそういうところで皆さんに分かってもらえるというところも結構あったりします。でわざとそういうことをやってたりもするんですね。だからですね、絵画っていうものを探求しながらも途中で描出する、ここら辺で形を出してくる、っていうこと、何かの観念に乗るということをやることが結構あるんですね。そのバックボーンにはですね、絵画っていうものがあってですね、非常に安心感を僕に与えてくれてるんですね。その絵画っていうものの土台の上ならいくら暴れても大丈夫なところがあるのでですね。でそういうことを意識してやっているわけなんですね。もうそろそろこの時点で細かいところを描き始めていますから、メガネなんかの付属物を描いてですね、より表面的に描出していこうという感じになってきています。でこの絵はですね、非常に途中から僕コロを意識していました。
コロの油絵ですね、あの人の絵の油が非常に綺麗なんですね。ぬるぬるしててですね、あの村の田舎の大きな木の風景とか空気がですね、その油と相まって非常に綺麗なんですね。でコロの使うグレーの油の感じがですね、村の光を、非常にまろやかにしてるんですね。でそれがちょっと頭の中にあってですね、それを病室の種にしてるんですね。しかしそれとは別にですね、正しさっていうものがやっぱり後押ししてくれる、その正しさっていう土台があってこその、絵画だと、技法だと思いますね。